今年で5回目を迎えた資生堂レディスオープンは2日目、6月28日の雨天中止により、3日間54ホールの短縮競技となったが、昨年この大会でプレーオフで敗れた桑木志保21が通算11アンダーでツアー初優勝を飾った。昨年の忘れ物を取りに来たということで、取りに来れて本当に良かったです。1年前の悔しさを晴らし、 る小雨が桑木の方を伝う涙を流した。前回大会でも優勝争いをしたが、プレーオフで敗北。それだけに今大会に対する思いは他の大会以上に強かった。予選ラウンド前日の6月26日、プロアマ戦での時から桑木は優勝を引き寄せる、見えない力、を感じていた。発売後、桑木は優勝会見でこう語っていた。 私と一緒に回ったゲストの方がひな子ちゃん、渋野ひな子とプロアマ戦を回ったことがあって、その時も重野についたキャディーは角田実さんだったそうですが、その年、19年に渋野が優勝して、今回桑木についたキャディーも角田氏だった。6月30日の最終日。 1一打リードで迎えた最終18番の第2打をグリーン左のラフに外した。渋野が優勝した時も同じような状況だったらしく、最後アプローチしたところもひなこちゃんもそこに外したみたいで、角田氏から全く同じ状況だね、と話しながらやっていました。焦ることなく打ったアプローチは、ピンそば1メートルまでより、初優勝を決定づけた。